マリー・ソフィー・エレヌ・ベアトリクス・ド・フランスは、フランス王国圏ナバラ王国国王類16世と、その王妃、マリー・アントワネットの間に生まれた第二王女、第四子である。フランス革命勃発2年前の1787年に溶接している。ベアトリクスをベアトリスと表記することもある。1786年7月29日、ベルサイユ宮殿において、 フランス国王ルイ16世と王妃マリー・アントワネットの間に生まれた2番目の女児で4番目の子である。罰子でもあり、姉のマリー・テレーズ・シャルロット・ド・フランス王女や兄のルイ・ジョゼフ・ド・フランス王子のように盛大に生誕を祝われなかった。その頃のフランス王国は民衆の怒りが王室一家に集中していたため民衆には関心を持たれず、 宮殿の人々たちもそれどころではなかったこともある。結核により、10ヶ月21日で溶接した。マリー・アントワネット・とルイ16世紀の間に生まれた、死女の中では、最も短命であった。abgeni.com ハッ d レビューイーストリック・ノビリエール・イ・バイオグラファイク第7巻、1872年、ルイス・ドゥージー。 ジーニアロジー・デラメゾン・デバー・ボンデ1256から1869-1869 18年。コント、チャールズ・ピエール・ビクター・パジョル、レ・ゲール・ス・ルイス・ X ・ V、ゲール・デ・セプテンバー・アン、1885年。ありがとうございます。